今回ですね、やっぱり知識が大事だなっていうですね、ちょっと話をしていきたいと思います。まあ、結構やっぱ大事なことなんですけども、知識、やっぱ知ってるか知らないかってすごい大事なんですよ、世の中において。これがやっぱり痛感した話がですね、痛感した出来事が最近あったので、話していこうかなと思うんですけども、ですね、おとといですね、歯が割れたんですよ。おととい歯が割れたんですよ、真っ二つに。その歯っていうのは横に割れれば、歯がこうやって横に割れれば上につけれるんですけど、根元から真っ二つに割れたんですよ、歯が。もう最悪でしたね。もうこれ経緯言うと、僕自体が食いしばりが結構すごくって、その歯ぎしりは多分しないんですけど、寝てる時の食いしばりだったりとか、なんか結構子供の時からわかんないですけど、癖かわかんないですけど、食いしばりがやっぱりひどい人生だったんですよ。歯ぎしりはあんま言われたことないんですけど、家族とかに。で、その歯医者さんに言っても、なんか結構ひび入ってますねみたいなことは言われてたんですよ、昔から。なので、もう結構ガタが来てたみたいなんですよね、歯に。で、おとといポテトチップ作ってたら、ポテトチップス食ってたらガリってなって、で、あ、なんか、買ってポテトチップスだな、みたいな感じで、思ってたんですよ。なんでこの家庭、なんかポテトチップスみたいな感じで。そうしたらなんか歯に違和感があって、なんかこう歯に爪を当てると隙間ができてるんですよね、縦に。なんだこれと思って。うわ、なんかでも割れてんのか、これみたいな。まあでもセラミックとかでやれば、まあ、治るかなみたいな思って、で、昨日歯医者行ったんですよ。そうしたら歯が真っ二つになってますって言われて、写真も撮ってくれたら本当に歯が真っ二つになってて、上から下に。マジかと思ったんですよね。もう超ショックで、本当に。で、根元まで行っちゃってるんで、片方もうほぼ死んでるんで抜きますねってなったんですよ。だからそうして抜いてもらったんですよね、とりあえず。抜いてもらって、で、その次にインプラントをはめるか、ブリッジって言って、左と、要はここが歯が抜けてるとして、こことここに歯をこんな形で橋みたいにブリッジって言って、かぶせ物をしますかみたいな。それがインプラントって言って、人工の歯を入れて、で、歯茎にネジとか入れて、やりますかみたいな話になって。で、そもそもインプラントも、ブリッジなんて、僕名前は聞いたことあったんですけど、インプラントとか。わかんないじゃないですか、そんな専門用語言われても。ずっと専門用語で話すんですよ、その歯医者の人。ブリッジがいいかもしれないですね、みたいな。なんだよ、ブリッジで、みたいなって思うじゃないですか。で、うわ、でも一日中ショックだったんですよ。で、インプラントの値段とか調べたら、やっぱ40万、50万とか、高いところだと60万とかかかったりして、高っと思って。で、保険も適用外なんですよ、あれ。しかも手術したりとか、ネジ入れるわけなので、なんか後遺症とかなんか嫌じゃないですか、違和感とか。で、しかも1本、ひび入1本割れたってことは、今までの蓄積で他の歯もこれからいかれる可能性あるじゃないですか。だからもう人生を結構絶望したんですよね、その時に。他の歯もいかれるやんって思ったんですよ。で、今もまあ絶望してるんですけど、もちろん今も。まあ本当どうしようかなみたいな感じで、まあ、インプラント入れるか、ブリッジにするかみたいなっていうことだったんですけども、で、今日また一個進展があって、で、こう調べていくわけですよね。食いしばりとか原因とかって結局調べていったんですよ、いろいろ。で、そうしたら、なんだっけな、ボトックスって聞いたことありますか？ボトックス。ボトックスっていうのは、そのエラ、顔のエラとかに注射打って、小顔にするみたいなあるじゃない。よく美容整形とかであるんですけど、僕、ボトックスっていうのも、名前はしてたんですけど、詳しくは知らなかったんですよ。どういうことで、なんで、
なんでその効果が出るのとかって分かんなかったわけですよ。だからやっぱり、まあ知らないってすごいもったいなくて、で調べてったらボトックスには、食いしばりを軽減する効果もあるらしいんですよ。要は噛む力が弱くなる効果もあるみたいで、え、そんなあんの？みたいな。で僕今までその歯医者に行ってる時にマウスピースとかですね、3個ぐらい今まで作ったことあるんですけど、高いのだとレジンで作るやつ、要はプラスチックみたいなやつで4万ぐらいかかるんですけど、2ヶ月ぐらいでなくして、なもう終わったと思って、で歯割れてみたいな。でボトックスがあるのに気づいて、え、顔もちょっと小顔になって、噛む力弱くなったらめっちゃいいじゃんと思って、昨日歯が割れて今日ボトックスしてきたんですよ。品川美容外科っていうところで。いや、このスピード感は半端ないですよね、普通に。で、まあそのボトックスの話をですね、今日しようかなと思ってて、ですね、ちょっと紙もね、用意したんですけど、これボトックスのやつで、ボトックスって結構気になってる人とかもいると思うんですけど、まず、品川美容外科に行きましたと。初めて行きましたと。で、会員登録が500円かかるらしいんですけど、今はなんか無料になってました。で、あとは、麻酔のテープですね。麻酔のテープを4箇所貼って、で、1枚500円でしたね。なので2000円。で、ボトックスっていうのが 1cc、2cc、3cc、4cc、5cc まであるんですけど、その人の状況とか、男性女性とかでまた変わってきて、え、なんか、まあ、医師と相談して選ぶみたいなんですけど、まあ、基本的には幅で言うと1万5000円ずつぐらい変わりますね。で、僕は3cc を打ちました。で、料金の方が、52,650円ですね。3cc で。52,650円。かかりましたと。カード一括で払いました。ちなみに、カードが現金払いか、デビットカード。PayPay とかはダメって言ってましたね。その3つですね。湘南美容外科は。で、昨日歯が抜けて、いや、これはもう行くしかないと思って、1日で、当日ですね、今日のお昼に電話して、あ、じゃあ今日3時に行きますって言って、で、4時にはもう注射打ってましたね。そうなんですよ。で、これ何がやっぱり知識でなかあのもったいないかっていうと、このボトックスっていうのは、例えば5年前とかから知ってれば、歯のダメージって軽減されてるわけじゃないですか。なので割れることもなかったかもしれないんですよ。じゃあ、ボトックス5万とかで売って割れたら40万とか50万になるわけじゃないですか。以前からこの方法でやってればよかったかもしれないんですよ。マウスピース、マウスプラスマウスピースみたいな。ボトックスプラスマウスピース。しかもちょっと小顔になれるみたいなことをできたわけなんですけど。で、僕はいろいろ調べたんですけど、歯医者さんにもボトックスができるあるところとないところっていうのがあるんですよ。で、完全僕調べなんですけど、8割ないですね、基本的に。8割、9割。で、あるのは本当1割、2割ぐらい。で、今まで僕、歯医者さん多分結構行ったんですけど、3、4店舗ぐらい。ボトックスの話されたこと1回もないんですよ。でも、それって、やっぱりその歯医者さんで扱ってないから、自分のお客さんを美容整形外科の方に、ボトックスを打ってくださいって言わないじゃないですか。間違いなくそこに来てほしいので言わないじゃないですか。なので今の歯医者さんも、もう結構10回ぐらいは通ったんですけど、で何でしたっけ、レントゲンも撮ってもらって歯にひびが入ってることを分かってたのに、マウスピースでいきましょうとかってなるわけじゃないですか。まあ、それはビジネスなのでしょうがないんですけど、でもその時に、こういう方法もボトックスっていうのはあるんですよって、僕が知ってれば、まあ知らないのが悪かったんですけど、まあ一言言うわけもないじゃないですか、歯医者さんが。そう。にはなるので、
まあ、やっぱり知らないって怖いなって思いましたね、本当に。あ、で、施術内容が、ですね、まず30分ぐらいカウンセリングして、で、その後にですね、お医者さんっていうか、担当医、執刀医が来て、で、まあ、何 cc にするか選びますね、ボトックスを。で、その後にですね、施術みたいな台のところに寝かされて、で、注射打っていくんですけど、まあ、計4回打ちましたね。左、右、2本ずつ。で、一応ですね、テープ型の、麻酔テープみたいなの貼ってたので、貼ってたんですけど、まあでも、チクってするぐらいですね、やっぱり。チクってするぐらい、本当に針がちょっとチクってするぐらいの感覚で、すぐ終わりましたね。ほんとすぐ終わりました。あ、ちょっと刺しますね、チク。で、ちょっと刺しますね、チク、みたいな感じです。で、その後にこう、抑えて、肌を抑えて、で、あ、終わりました、さようなら、みたいな感じなんですよ。で、ボトックスは基本的にこのエラのところが、筋肉がどん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 硬直していったりとか、張っていくらしいんですよね。そうすると顔が四角くでかくなっちゃうらしいんですよね。その筋肉とかで。で、これをですね、緩和して小顔にするっていう、まあ、ある意味、美容外科っていうか、整形ではないんですよ。プチ整形になるんですかね？わかんないですけど。で、僕はもう完全に歯の方が大事なので、歯のためにも、だから今食いしばりとか、っていう人って結構いると思うんですよ、世の中。歯ぎしりとか。だからストレスがすごいじゃないですか、会社とか。ストレスがある人って今たくさん、ストレス社会なので、まさに。ストレス社会なので、まあ、ボトックスいいんじゃないのかなって思いますね。で、もちろん今、3週間から1ヶ月ぐらいしないと効果って、顔とかがちっちゃくならないらしいんですよ。だから3週間とか1ヶ月ぐらいは、まあちょっと様子見で、で、あと効果っていうのも基本半年とかぐらいって言われてるんですけど、まあ人によっては本当に1年とか持つ人も結構いるみたいなので、まあ1年に1回ぐらい打つ感じにしようかなって思ってますね。で、またそうですね、また何か進展があれば動画撮っていきたいと思うんですけど、まあ、そうですね、こんな感じで1日で顔に注射を打つという、まあ、スピード感ですよね、まさに。にはなるので、やっぱり、わかんないですよね、歯食いしばるのが、こういうことで緩和されるなんて、なんかこんなん知ってれば、とっくの昔から打ってるわって思いましたね、歯が欠ける前に。そうなんですよ。なので今後は、インプラントにするか、ブリッジにするかみたいな感じになるんですけど、最悪ですね、とにかく。まあ、とにかくやばいですね。手術もして、歯が消えてみたいな感じですね。で、あとは、最初に行った歯医者さんが結構田舎にある歯医者さんだったので、ちょっとセカンドオピニオンでもう一個歯医者行こうと思ってるんですよ、明日。なので、歯割れました、歯医者行きました、顔に注射をしました、セカンドオピニオンで明日、他の歯医者行きますみたいな感じで、やっぱ行動は本当に早い方がいいんですよ。善は急げっていうように。だからこれ、ビジネスとかもそうなんですけど、これぐらいのやっぱり、行動とか速さがある人ってそんなやっぱりいないんですよ、世の中に。こういう速さ結構手に入れると、結構いいのかなって思いますね。なるので、まあ、そうっすね。歯ぎしりが良くな、歯ぎしりっていうか食いしばりがこう緩和されれば本当にいいんですけど、どうなんですかね。初めてのあれだったんで、ボトックスだったんで。まあでも、5万円ぐらいでできるのでおすすめかなとは思いますね。5万円で注射ちょっとして、
ちょっと小顔になれて、その食いしばりがなくなるとか。で、全然男性の方でも、おすすめだと思います。まさに。で、あとは、歯ぎしりとか、歯のことが今後心配とか、っていう方も、まあ、こういう方法もあるんだって知っといてもいいかなって感じですよね。知識として。だやっぱり知らないって怖いなって思いましたね、この3日間。で、これからは、その歯のまたインプラントとかするときに、また何か、いろんな問題が出てくると思うので、まあ、本当に人間っていうのは、そうですね、本当にもう、壁しか出てこないですね。本当に、壁っていうか、人間っていうのは本当にもう、辛いこと多いですよね、本当に世の中。って思いましたね、最近も。そうですね。まあそんなことで、こういうのはまあビジネスにもいけるのかなって思いますね。そのスピード感とかっていうのは。まああとは経験だと思ってやるのもいいのかなと思いますね。まず一回やってみると。ボトックスも一回やってみるというのがいいかもしれないですし、セカンドオピニオンで他の歯医者も行ってみるとかっていうのもいいかもしれないですし、にはなるので、まあこんな話ですね。はい。じゃあちょっとまた何か進展あれば動画撮りたいと思います。